なんで男をすぐ逃げてしまうの？ねっ、ツッコミたいに言いたい。それ男やない、おはじきや。それどうやって間違えんねん。このつかみをやるってのは決めてたんですね。決めてたけどな。だから今時の女子がどういうのがモテるかちょっと私調べてきたんです。はい、リス系女子っていうのが。リス系女子のよく喋って無邪気でちょっといたずら好きみたいな女子。ああ、そういう人はモテるかもしれないですよね。やっぱそうなんや。あれ、みゆき、この木の下で待ち合わせって言ったのにどこ行ったんだろう。みゆき、やすく、みゆき、どこ、みゆき、みゆき、なんで不思議な島の黒だよ。もうすっぽかされたかと思ったよ。今からそっちに行くね、と、尻尾がゆっくり広がってバサー。いや、立ちリスやんけ、お前尻尾パラシュートにするやつやろ。それはモテるよ、モテる。いや、私が考えてたリス系女子と全然ちゃうねんけどな。でももうちょっとモテる要素足したよね。例えばどんなの、やっぱミステリアスな。いきなりそこへ行く、なんか最初は料理上手な女だったじゃない。料理がうまいのは当たり前よ。それプラスのミステリアスよ。だからこう料理こう作ってる時に君なんかイヒヒ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 。いや怖いわお前、それ絶対紫のスープ作るやつやろ。あとちょっと霊感っぽく見せるとかね。いやもうミステリアスちょっと勘違いしてるよ、もうこっち霊感ないのにどうしたらいいの。いやだからどっか行った時にあれちょっと待って、私こっから世界ちょっと無理かもみたいな。めんどくさい女やねそれ。出せ早く車出せ。怖いわお前、こっちがのミステリアスだから。あとダンスやってる。それはモテそうやけどさ、やったことないけど、じゃあ今からヒップホップダンス習いに行く。いやいや、やっぱみんながやってないさ、コンテンポラリーダンスにしようよ。いや、難しい。簡単簡単簡単。いや、あれ土屋太鳳がさ、紅白でやってたやつ。そうそう、でもあれ簡単なのよ。あいつらってなんか、こう何かを見つけて取ろうとするんだけど取れなかったみたいなのやってるだけだから。いや、お前コンテンポラリー曲だと怒られるで。だからお辞儀はこうね。いや、よう見たことあるけどさ。やっぱあとね、追いかけない女ね。それはええよ、それはちょっと私もできそうやさ。本当さっきから俺の言葉尻追いかけまくってるけど。それはお前が全部間違ってるから。ほいほいほい、あだからやっぱこれを全部金揃えたら絶対モテるから。ほんまか。だからちょっと俺が見本見せるからディズニーランド行きましょう。いやそんなの絶対ほんまモテんのか。おいおい、既婚者、子持ち、未経験者、未開拓地、荒れ地、作物絶対育たない。そこまで慣れてええわ、早う見せろや。その見本もう安く遅いな。あ、はせよはせよはせよ。遅れてごめんなさい。いやダンサーのお辞儀、これはスプラッシュマウンテン乗ろうよ。乗ろう。しー、ほら早く早く。ちょっと待って、私こっから先はちょっと無理かも。絶叫機内なんて早く乗れよ。ガシャン出せ、早く車出せ。後輩は乗りたいか乗りたくないか、はっきりせえよ。さあ落ちるぞ。あ、やばい、行ってきてきた。尻尾がゆっくり広がってバサッ。ガチリスやんけお前、それやめろや。ほらもうアイスクリーム買ってきたね。うわー美味しそう。コンテンポラリーダンス、早く乗れよ。食べたい食べたい。もうパレード始まったわ。ルナルフだけかわいいな。